にちは、小西美希です。今回は皆さんからいただいたたくさんの質問に答えていきたいと思います。それでは質問コーナー始まるよ。ミキポンの軽い自己紹介してほしい。川西ミキです。1989年11月11日生まれの蛇年大型サソリ座の女です。長所はいい意味で雑、短所はとても豆腐メンタルなところです。新チャンネル開設の意気込みは前の自分を超える。ポンポン、最近の心境をどうぞ。動画が出せて嬉しい。リサさんに何か嘘ついてください。人から言われて一番嬉しい言葉は、あれ、ちょっと痩せた。身長は150もないですよね。153センチです。昔やってた習い事は何？英語、水泳、ピアノ、習字。ミキポンは嫌いなものないの？この世で一番嫌いなものは雲。絶叫マシーン好きですか？ YouTuber になってから富士急に行けてないので、本当に富士急ハイランドに行きたいです。絶叫マシーン大好き。多分採用されないからいい質問するね。大好き。質問ではないですか。ありがとう。私も大好きです。出かける前の歯磨きはメイク前、メイク後、メイク後。リップはティントだけ塗っといて、歯ブラシした後にグロスを上から塗ります。パン派？米派？どっちも好きだけど、健康とかダイエットのことを考えると米派。ストレスで押しつぶされそうな時は何して落ち着く？ストレスで押しつぶされそうな時は何して落ち着かせますか？寝る、食べる、ゲーム、漫画。最近ドラマ見てる？過保護の過保護、黒川の手帳、愛してたって秘密はある。この3つは欠かさず見てます。こんなこと友達になりたいっていう子の特徴ってどんなの？明るくてハキハキしててすごく笑ってくれる人。いつもつけているネイルって自分の爪ですか？それともつけ爪ですか？私はジェルネイルです。ちょっと今伸びちゃって変えなきゃいけないんですけど、また動画撮りたいと思います。動物を飼うとしたらどんな名前をつけますか？実家で一番最初に飼った犬がナナっていう名前で、7だったので次は6で6つのムーということでムーさんっていう名前をつけて、そして今飼っているのはファーさんっていう犬なんですけど、5の頭文字のファから取ったファーさんです。なので次は4にまつわる名前をつけようと思ってます。車の免許はいつ取りましたか？22、3歳の冬。ミキ川西に質問。飼ってみたい動物ベスト3。サモエド、サモエド、サモエド。アイスのストックは現在どのような感じでしょうか？ちょっと最近は少ないんですけど、こんな感じです。ダイエットするとき何食べてる？最近はキャベツとキュウリを食べてよく噛むようにしてます。今ハマっている食べ物、かっこアイス以外。キュウリとキャベツ。お寿司、ステーキ、焼肉、ラーメン、ピザ、伊勢海老。今何が食べたい？伊勢海老、イエーイ。コンパルのエビカツサンドを箱で届けたいのですが、住所教えてくれませんか？東京都。ミキポンは夏休みの宿題は計画的にやる派ですか？それとも追い込まれてやる派ですか？追い込まれてやるかな、みたいな感じ派です。お母さんにいきなり LINE で最高級の変顔を送り向けつけてみて。私は自宅警備員です。働かないとと思うけどやりたいことが見つかりません。趣味を仕事にと言っても YouTube と NMB48 にしか興味がなく、お先真っ暗すぎて何をどうしたらいいか分かりません。社会に出るにはまず何から手をつければいいでしょう？やりたいことがないならまずバイトでもいいのでお金を貯めましょう。そしていろんなことに興味を持って端からやっていくと意外と見つかると思います。それが私でした。職場移動してから仕事の覚えが悪くて内容もなかなか理解できなくて、そんな自分が嫌で毎日家で泣いています。この先やっていけるのか不安で仕方ありません。メキポン、どうすればいいですか？まずはたくさんメモしましょう。メモをして、そしてわからないことがあれば職場の人に聞く。そして家に帰ったら必ず復習をすること。結構多くの方がそうだと思うんですけど、新しい環境に行ってすぐ慣れるという方稀にね、やっぱりいると思うんですけど、大抵みんな慣れないと思うので、時間をかけて自分ができることを一個ずつね、端から片付けていけるようにすると、気づいたら意外と慣れてると思います。今は不安でたくさん大変なこともあると思うんですけど、応援しています。ミキポンが毎日やってる日課は何ですか？南アルプスの天然水を飲む。プチプラコスメで一番気に入っているリップは何ですか？これ、キャンメイクのステイオンバームルージュの T です。これはティントの中でもとにかく色がつきやすいのでお気に入りです。私は夢を叶えるために専門学校へ行っているのですが、最近その夢が自分に合っているのか不安に思ってしまいます。ミキポンはこのようなことを思う時がありましたか？またどのように対処しましたか？不安に思うこともたくさんあるし、将来自分が何するんだろうとか、今のものをやり続けてもいいのかなとか思うこともあるんですけど、先の見えないことを不安に思ってても将来の自分を変えれるのは自分しかいないので、とにかく自分の納得いくような未来を作るために、今自分でやりたいことをたくさんやって未来につながることをします。
私は日焼けをめっちゃしちゃうから、ポンちゃんいつも白くて羨ましいなって思ってるんやけど、ミキポンの日焼け止め対策とか焼けた時のスキンケア方法を知りたいです。というかそもそもポンちゃんインドア派だから焼けない派ですか？あんまり外に行くことがないので焼ける機会ないんですけど、家にいても焼けます。なので気づいた時とかはなるべく顔に日焼け止めとかを塗るようにしてます。最近はあまりないんですけど、昔テニス部だったのでその時は結構黒かったりしました。日焼けは火傷と一緒なので、赤くなったらその日のうちにすぐ対処します。まずは体を冷やして熱を取ってあげること、そして熱を取ったらたくさん保湿をしてあげます。安くてジャバジャバ使える化粧水を全身に塗って保湿してあげて、それをしばらく繰り返します。そしてその後もなるべく日差しに当たらないような努力をしたり、日焼け止めをこまめに塗り直すとか、肌にいいサプリメントとかを取ったりすると治りが早くなります。ミキポンは足のサイズって何センチですか？私は高校生になって1センチ縮んでびっくりしたことがあります。縮んだことありますか？ 24.5 のバンビロで、縮むというか太ったら足のサイズも大きくなるし、痩せたらその分小さくなります。顎に肘つけて、やばかった、来た。あれ、おい、早い、安い、綺麗と言ったら、クリーニングシューラー。リスナーさんが友達や彼氏になるのはありですか？友達だったら全然いいんですけど、彼氏は私のことあんま知らない人の方がいいです。学生時代好きだった行事は何ですか？夏休み、冬休み、給食、学園祭、文化祭。もしどちらか一つだけ完璧に磨かれるなら、笑いのセンス、ファッションセンス、笑いのセンス。新生川西さんということで、セクシーに好きなお肉の部位を教えてください。牛タン、タン元、ネギタン塩。1ヶ月でメイク用品などビューティー系でいくら使いますか？だいたい5万くらい。最近見たおすすめの動画は、これリスナーの方がツイッターのリプで送ってくれたんですけど、怠け者の赤ちゃんの動画です。美容が好きになったのはいつからですか？どういうきっかけで？綺麗になりたい女の子に一言。私は中学2年生の時にセブンティーンを読んでて、鈴木恵美ちゃんに出会ったのがきっかけです。なんだこの美女はって思って、そこからずっと恵美ちゃんの切り抜きとか載ってる雑誌とか、あとネットに上がってる画像を全てチェックして、画像フォルダに全部入れたりプリントとかしたり、私はその人にはなれないけど、こんな綺麗な人に少しでも近づきたいなと思って、美容についていろんなことをネットで調べ始めたのがきっかけです。私と一緒に頑張りましょう。最近よく聞くアーティストは TWICE。 川西の初のバイトはどこでしたか？セブン、イレブン。朝起きてから家出る準備が終わるまでメイクなど含めてどれくらいかかりますか？2時間半から3時間。ミキポンの彼氏最長どれくらい続いてた？3年半です。ポンちゃんの中で今一番来てるスマホアプリ教えてください。どんなジャンルでも OK。 これ iPhone 使い始めた時からずっと入ってるんですけど、ポップスターっていうブロック崩しのアプリです。結構頭使うアプリなんですけど、すごい楽しくてずっと夜な夜なそれやってます。具体的に動画があまり出せなかった期間何してた？餃子食べて、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 太りました。思いっきりバナナって叫んで。バー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 ナナ、バー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 ナナ、バー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 ナナ、バーバーバー。カエルかナメクジ、どちらか食べなきゃいけないと言われたらどっちを食べますか？鶏肉みたいに美味しいって聞いたのでカエル。ミキポンが好きな芸人さんは、これは数年前からずっと変わらず、妹あやこさんです。過去最大で怖かったことは、嫌だった出来事は何ですか？ぐっすり眠ってたら誰もいないのに大音量でテレビがボーンってなったことです。私は今全日制の高校に在籍しているんですけど、わけあって通信制の高校に転校しようと思っています。通信制っていうと反対されることが多いんですけど、ミキポンはどう思いますか？私も卒業したの通信制だったんですけど、周りがどう思うかよりも自分がどうしたいかが一番だと思います。リスナーさんから送られてくる癒しのアニマルちゃんたちを見ている時の顔は、かわいい。ミキポンが見て一番泣いた映画を教えてください。ペイフォワード。ポンちゃんの家で一番綺麗にしているところの場所と写真。天井。何歳ですか？あ、頭で刺しました。おすすめの通販サイト教えて。 Amazon プライム。どうでもいいっていう情報を3つ教えてください。ただいまのこの部屋の温度は26度です。そしてリモコンはダイキンでも、クーラーが直に当たっててちょっと寒い。胸が大きくて悩んでます。対処法はありますか？私にください。小指をドーン。